はい、マル半端ないと。はい、どうもメントスコーラとナーナロイバでございます。本日もね、 DeNA の振り返りの動画を撮っていきたいなというのは思いますね。首位巨人とね、本当にね、この3連戦早々に勝ち越すことができまして、本日のね、巨人戦も何としても勝って、3立てをしてね、9ゲーム差にして、首位巨人を猛追していきたいという試合だったんですけども、結果を申しますと5対0ということで、見事ね、完封負けということであっさり負けてしまったという感じになってしまいました。昨日までは本当にね、あちあちの打線という感じだったんですけども、今日に入ってから緊急回答、さっぱりだったという感じになってしまいましたし、ちょっと手も足も出ずにね、負けてしまったということになりましたね。まあ、今日勝ったら9ゲーム差ということだったんですけども、負けてしまって再び11ゲーム差に広がりまして、サムネでも書いてますけども、まあまあ絶望ではあるんですけども、まだまだね、0%、100% 優勝はなくなったというわけではないですので、まだまだね、一握りの光というものは残っていますし、巨人とのね、直接対決が10個ある以上は、10ゲーム差までは詰めれるということですので、まだまだね、諦めずに応援の方をね、していきたいなというのは思います。ということで、ね、いつも通りね、打線や同士リレーの方を見ていきたいなと思います。まずは打線の方から見ていきましょう。こんな感じになっております。そうですね、今日は本当にね、もう3安打しかしていないんですよね。2個のデッドボールと1個のフォアボールというものはあるんですけども、まあ、打線合計で3安打ということで、佐野選手、宮崎選手、飛橋選手から打って安打1本ずつということで、昨日までは本当にね、上位打線が、中心的にあちあちというって感じだったんですけども、今日は上位打線もね、梶谷選手、外選手、大瀬選手全員4打数の0安打ですので、ちょっとさっぱりだったという感じになってしまいましたね。まあ、相手先発はね、まあ、緊急登板ということで、メルセデス選手から、まあ、畑選手ということだったんですけども、まあ、畑選手はね、本当に昔ね、DeNA キラーということで、何回も苦しみ合いだったことが多かったんですけども、まあ、今日はそこまでね、良かったとはいえね、そこまでめちゃくちゃ良かったっていうわけではなかったので、ちょっとやっぱ上位ジャイアンツといいますかね、巨人のやっぱ守備の硬さですよね。その守備の硬さでね、ヒットやっぱ3、4本損したという場面がありますので、ちょっと攻めあぐねたという感じの試合になってしまいましたね。ということで、そうですね、続きまして途中出場選手を見ていきましょう。こんな感じになっております。はい、伊藤幸也選手が代打出場しましてね、初めてのね、応援歌を初披露ということでね、かっこよかったですね。伊藤幸也選手1打数の0安打、エビア選手が0打数の0安打ということで、誕生日だったんですけどもね、レッドボールを食らってしまったという感じになってしまいました。はい、最後に投手リレーの方を見ていきたいなと思います。こんな感じになっております。はいね、大貫選手が6回投げて4失点ということで、立ち上がりはね、やはりちょっと良くはなかったんですけども、まあ、それ以降のね、イニングが良かっただけあって、ちょっともったいないね、感じの、ピッチングになってしまいました。まあ、それにしてもね、打った選手、丸選手はあっぱれですよね。大貫選手もね、甘いボールといえば甘いボールだったんですけども、まあ、2打席連続のホームランを打たれてしまいまして、やっぱり大貫選手にとってはね、丸選手になりた球はやっぱもったいなかったというのは思いますし、まあ、全然ね、6回2失点ぐらいに抑えられた、今日の調子で言えば内容だったというのを思いますので、良かったんですけども、大貫選手にとってはちょっともったいない、登板になってしまいましたね。その後は何で山崎選手が1から何で1失点ということでね、まあ、盗塁を相手が仕掛けましてね、それを飛ばした選手が何で、多分あれはね、ピッチャーがカットするサインだったというも思うんですけども、まあ、そればっかりはね、ベンチの中の、話ですので、まあ、憶測に過ぎないんですけども、まあ、あれは山崎選手ちょっとカットするサインだったのかなというのは個人的に思っているんです。まあ、打たれるばかりではなく、そういうやっぱサインミスとかね、していけばね、ちょっとという感じになってきますので、やっぱ新変化球ですよね。スラーブやっぱカーブをね、今試しているという段階にありますので、もう今年はね、ちょっと2軍で調整といいますか、まあ来年に向けてね、ちょっと休ませてもね、いいんじゃないかなっていうのはね、個人的に思っているんですけども、どうでしょうか。その後ね、伊勢選手と三上選手がね、素晴らしい内容で、ゼロに抑えてくれました。伊勢選手は本当に頼りになりますね。はい、こんな感じでね、今日はメントス獲得選手を決めまして、今日の動画を終わっていこうかなというふうに思いますね。今日のメントス獲得選手はね、ルーキーとしてね、ブルペンを非常に支えてくれています。伊勢選手にね、ぜひやっていこうかなというふうに思っております。メントスね、獲得おめでとうございます。はい、今日はこんな感じで終わっていきましょう。そうですね、明日はね、月曜日なんですけども、まあ、試合があるということで、14時からね、甲子園で阪神3連戦が始まりますので、明日は京山選手がなりますのでね、ぜひね、応援していきたいなというふうに思っております。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、またね、見てください。それではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。熱い思いの一振り聞かせろ。発球に夢を乗せてさあフルスイング。
かっ飛ばせ雪だ。